ヴィャストアサは、ポーランドの王朝。960年頃から1370年まで続いた。王朝としてあるが、初期においては、ポーランド的な王家ではなく、グニエズの王主体とする地方国家であった。1000年に、ボレスワフ一世が、ローマ皇帝夫を三世から退官、及び大使教座設置を許可され、その後1025年に、 ローマ教皇ヨハネス十九世の許可が下ったことをもって、ポーランド国家の始まりとみなされる。ここに名前を載せているもので、公には、即位したが大いにつかなかった者も,もいる。ミエシコ一世、ボレスワフ一世、ミエシコ二世、ベスプリムミエシコ二世、カジミエシュ一世、ボレスワフ二世、ブワディスワフ一世、ヘルマンズビクニエフボレスワフ三世、ボレスワフ三世の遺言上により、 国は、各相続者に分割され、兄弟の最年長の者が、クラクフ地方を治めると共に属長となった。この年長者相続制度は後に立ち行かなくなり発揮され、カジミエシュ2世が選挙によって、クラック不幸に選ばれた。ブワディスワフ2世、ボレスワフ4世、ミエシュコ3世、カジミエシュ2世、レシェク1世、ブワディスワフ3世、レシェク1世、ミエシュコ4世、 レシェク一世、ブワディスワフ三世、コンラト一世、ヘンリク一世、ヘンリク二世、コンラト一世、ボレスワフ五世、レシェク二世、ヘンリク四世バーツラフ二世バーツラフ三世、プシェミス二世、ブワディスワフ一世、カジミエシュ三世。ありがとうございます。